日本海の絶景が連なる奥能登外浦。一帯は国定公園に指定されていますが、珠洲の木の浦周辺は別格、能登随一の圧倒的な美しさを誇ります。ところが近づいてみると随分ゴミがあります。ペットボトル、キャップ、プラスチック、レジ袋、ほとんどが町の生活から出たゴミ。これが現実です。海と日本プロジェクト in 石川、リポーターのハンディ屋敷でございます。さあ、私はですね、珠洲市木の浦海岸道ヶ崎に来ているわけでございます。さあ、ご覧ください。民家は全くございませんが、ドカーンとこちらたくさんの人がいるわけでございますね。これはですね、珠洲市の皆さんが海岸清掃を行っているわけでございます。というわけで、私もですね、皆さんと一緒にゴミ拾い頑張るぞ。珠洲市では2011年から毎年7月上旬に職員や地元住民などが集まって木の浦海岸の清掃を行っています。この日もおよそ140人が海岸清掃に参加しました。もう完全に生活用ゴミばっかりですよね。まあ、うちもあるし、そう、見てください、これいっぱいあるんです。このちっちゃいやつ、もっとちっちゃい、こういうなんかね、あの発泡スチロールのちっちゃいのから、もうこういうやつがなかなか取り除けなくて、もうすごい海にダメージを与えていると。これらはマイクロプラスチックと呼ばれる5ミリ以下の小さなプラゴミ。日本周辺の海には特に多いというデータもあり、問題は深刻です。海岸すごいゴミですよね。ここはね、結局こう集落に近いところは地域の皆さんがボランティアでやっていただけるんですけど、はいはい、ここはもう人家ないでしょ。確かに。お家がないので、はい、ここは市の職員で毎年こうやって、はい、清掃活動をやってるんです。毎年これぐらいゴミが溜まるんですね。毎年そうです。で、ある程度きれいにして、はい、あ、今年はもう本当にすっきりしたねって終わって、また翌年来るとこういう状態です。また珠洲では1997年1月、衝撃的な事件がありました。ロシアのタンカー、ナホトカ号の重油流出事故です。沈没したナホトカ号から流出した重油は6240キロリットルに及び、福井県から石川県の海岸に真っ黒な油が押し寄せたのです。20年の歳月を経て、今ではすっかりきれいな海が戻りました。9月3日からね、はい、10月22日にかけて、はい、奥能登国際芸術祭開催します、はい、で、多くの方お越しになられて、うん、やっぱりね、珠洲の美しい海、綺麗な海っていうのを期待してらっしゃると思うんですよ。そうですね。で、来られた方がっかりしないようにね、うん、本当ですよね、一生懸命ね、綺麗にします。はい、ハンディさんも作業を手伝います。はい、見てください、もうすごい大量のゴミでございますよ。もうわずかな時間なんですけどね、こんなにたくさんゴミが拾えちゃうんですよ。いや、もう本当今回ですね、この清掃作業、参加させていただきまして、もっと強く海をきれいにしていかなきゃいけないなって思いました、うん、およそ1時間ほどの作業でしたが、あっという間にトラックの荷台はゴミでいっぱいになりました。最後にはたくさんあったゴミもほとんどなくなり、きれいな海岸に。私たちの生活が海に深刻なダメージを与え続けている、そのことを認識して、今すぐ海を守る姿勢が求められています。この番組は日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環です。海と日本。